はい、これソーラーパネルでございます。これ裏にもあると、あの車輪が2個ついて、こういう風にこうついたてというか、これで角度で調整できるんですけど、まあ時間帯によってはこう東の方向けたり、西の方向けたり、南に向けたりっていうのがあって、あとは季節によってはもうこの場所はもう夏だといいんですけど、冬だとここにはほとんど日が当たらないのでずっと向こうに運んでいくとか、まあそういう作業があって、で運んだ先で繋いで充電するっていう感じなんですけど、これのまあ移動の仕方としてね。よし、ということで、これ今自立してる状態ですけど、まずね、動かしたいなって時はこうやって一回ちょっと上げます。ガチャンで、ここのストッパー、これあると移動に邪魔なんで、こうやってストッパーして、で、またこれリアカー状態でこう運ぶわけですね。なんで、で、とりあえず今こっち向けてみますね。で、さあ、位置決めたら、こっちもう一回、うーってちょっと上げて、で、上げたらもうここにさっきのストッパー外して、で、こんな風にセットする。でね、これ気をつけなきゃなんないのが、今つけてる車輪、これをあえて小さめのやつつけてるんですけど、この時に土についてるとやっぱ車輪の力で、あのせっかく立てかけてもズルズルズルって滑っていっちゃうかもしれないので、立てる時は必ずこう両方の車輪が浮いた状態っていうのを作るように、これだけちょっと多少ぐらついたりもするんですけど、パネルだけの重さで20キロ近くあって、で、あとこの課題合わせるともう全然もう30キロぐらいの重さなので、もう結構な強い風来ても倒れるってことはまあないのかなと思いますね。っていう感じです。